はい、本日はですね、視聴者さんからいただいたアークテリクスのコーデをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、皆さんいつもご協力ありがとうございます。僕もね、まだちょっと見てないんで、これから初めて一緒に、皆さんと一緒に、あ、これこうですね、あーですねとか言いながらね、見ていきたいなと思いますので、本日の流れとしてはですね、アークテリクスのマウンテンパーカーを着用していただいて、身長、そしてサイズ、何のサイズやってるんかとか、アイテム名とかっていうとこで、最後こだわりのポイント、この順番でね、お話ししていこうと思いますので、まずは一人目の方いきましょう。こちらズドン、タクゾーさん、こんにちは。いつも動画楽しみにしております。自分もアークテリクスが好きなので、こうで紹介しますということで、まずアイテム名は何かというと、こちらのジャケットがベータ LT というジャケットですね。ベータ LT にマンティス2を合わせております。で、身長178センチ、僕と一緒です。で、サイズがですね、 M サイズ、そうですよね、178だと大体 M やと思うんですけども、こだわりのポイント何かというと、アークテリクスを複数アイテム着用して統一感をアップさせてるんだと。特にアークテリクスって、こうブラックをね、基調にした感じで、ワンポイントこうシルバーとかで、この鹿のマークというんかな、骸骨のマークみたいなのがあると思うんですけども、そういった統一感をね、大事にしてるということなんですが、実はこの下パッて見てみると、自分も YouTube を最近始めたので、よかったらご覧くださいということで言っていたんですけど、 URL がない、どこに行っていいかわからないということでね、またまた、もし URL が分かってればね、教えていただきたいななんて思うんですけども、こちらまず1人目の方、次2人目の方というのがですね、また同じくベータ LT ですね。いつも動画を拝見しております。ベータ LT のコーディネートをお送りしますということで、購入している方の検討となれば幸いです。こんな素晴らしいこと言えますか？僕まだ発信してるから、そんな嘘みたいなこと言えたとしても、視聴者さんがね、視聴者さんのために購入してる方の検討になればいいですなんていう、めちゃくちゃ素晴らしいなと思ったら、この人22歳大学生、やっぱできてる人ってね、若いうちからできてるんやと。しょうもないやつは何歳になってもしょうもないやつ、そんなこと言うたらあかんけど、このチャンネルにはいてないと思いますけどもね、素晴らしい方、22歳で大学生、身長170センチ、体重60キロで、サイズは XS サイズを着用してますと。で、こだわりのポイントは何ですかというと、まあ高級なアウトドアブランドっていうだけあって、やっぱ海にも合いますよねと、こう自然に合いますよねと。で、きれいめなスタイルだけじゃなくて、スウェットとか B さんとか、まあそういう崩したスタイルでも合わせるのが、まあ僕は好きですとね。で、この方確かにスウェット履いて B さん履いてると思うんですけども、そういうあのきれいめばっかりじゃなくて、こう崩した感じのラフな感じでもね、例えばちょっとコンビニ行ってくるわとか、そんなでも着れてもかっこいいよねっていうことでね、まあ全身こう細身にスラッとした印象になるので、まあ気に入ってますと。で、あんまり僕個人的にはロゴが前面に見えるというよりかは、ちょっとチラッと見えるぐらいがいいと思いますので、後ろとか斜め後ろぐらいのアングルで撮らせていただきました。最後に、私は西宮の甲子園浜の CU というお店でウィンドサーフィンをしておりますと。タクゾーさん、サーフィンやられてるみたいなので、ぜひウィンドサーフィンをやってみてください。動画ネタにいかがですか？その際はぜひインストラクターします。 URL 貼っておきますということで、こちら宣伝チャンネルになってるんですけどもね、一応 URL も貼っておきます。ウィンドサーフィンやられてるということなんでね、もし気になる方とかいらっしゃればね、ぜひぜひ行ってみてください。西宮ってね、ウィンドサーフィン以外にも、僕水上バイク通ったとこも西宮なんですよ。マリンスポーツがね、盛んやと思うんですけども、また僕もね、機会があればぜひぜひ行かせていただきたいなと思いますので、2人目の方ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。3人目、またまたベータ LT でございます。身長169センチ、サイズが M サイズということでね、こだわりのポイントなんですかというと、クリアのフレームレンズのサングラスと、退屈そうに鼻くそをほじっているところですということで、これは狙ってますよね。完全狙いましたよね。これ後ろ見たら雪降ってるから、北海道とかなんかな、ちょっとわからないんですけどもね。でもね、これ狙ってきてるとかってね、僕まあいつもネタにして言ったりするけど、ここに置くのってめちゃくちゃ勇気いるんですよ。相当勇気持って送っていただいてるっていうのはね、僕もそれはもう踏みしめた上でね、いつもお話しさせてもらってるんですけど、はっきり言ってここに出てくれてる人全員勇者でございます。めちゃくちゃ度胸ある人らがね、出てきてくれてるので、そら写真撮って送れ言われて、どんな顔していいかわからへんじゃないですか。だからほんまにね、感謝してるんですけども、これ狙ってますよねなんて言ってて、いつもありがとうございました。では次の方行きたいなと思うんですが、次の方がですね、こちらズドン、次ベータ SV でございます。 LT でございます。 SV ということで、身長170センチ、サイズが XS サイズということで、はじめまして、楽しくいつも拝見させていただいてますと、ありがとうございます。こだわりのポイントはですね、インナーにもフーディを合わせて、フードを立たせつつ、防寒性も高めるという組み合わせですと。登山ではなく、山林座とハイキングって書いてるのかな、ハイキングなので、パンツはフリースで、素材感の違うオールブラックスタイルにしてみましたということで、これ
パンツブラックなんですね。なんか紫なんかなと思ったけども、ブラックで、統一されてるということで、まあ、やっぱりね、ヤマとかでね、あのアークテリクス着るのが多分一番ほんまかっこいいんやと思うんですけど、僕全然ヤマとか行かないんでね、まあ、邪道なんですけどね、もうこのようにね、こうでな、どんな感じで顔で撮っていいかわからへんっていう時は、とにかく左下か右下向いててください。もうそれだけでね、なんとか絵になりますので、この方しっかりされてるということでね、ありがとうございました。次の方がですね、ベータ SL でございます。LT でもない、SV でもない、SL でございます。ちょっとね、身長はわからないんですけども、サイズが S サイズということで、パンツはね、実はノースフェイスなんですけども、まあ、そこはご愛嬌ということで、まあ、普段は上下アークテリクスなんですよ、なんて言いながらね、送っていただきました。こだわりとしてはですね、ピシッとしたこうフォルム、細いフォルムに真っ黒の中で足元のジョーダン11ローのね、青がアクセントになっているところですと。ジョーダン11ロー、これ登山履いてていいんかな？わからないですけど、でもジョーダン11かっこいいですよね。僕も一時オリジナル欲しいなと思った時期もあったんですけどもね、トゥルンとした感じがね、いいかなっていうところでね、僕もわかります。で、実はね、写真で背負ってるリュックっていうのも、アークテリクスのアローですって、それ見せんかいと、それ背中で見せこやんかいって思ったんですけども、ありがとうございます。まあ何枚も何枚も撮るのってね、ほんまに写真撮るのって大変なんですよ。で、まあ何回も言ってるけど、勇者たちです。この人たち勇者やねんけども、僕はいつもいじらせていただいてます。それは愛を込めてね、いじらせていただいておりますので、これ僕はよく言うんですけどね、薩摩の男の教えって昔から言われてます。男っていうのは5段階に評価されるんだと。一番トップオブトップは挑戦して成功する人。この人たちで挑戦してる人ですよね。で、第2番目で挑戦して失敗する人。まあ、これは仕方ないよね。第3番目、挑戦はしないねんけども、やってる人を応援しますよというね。この今見ていただいている視聴者さん、まさにそうですよね。で、第4番目っていうのがですね、もう挑戦も何もしない人。ただ毎日決まった行動だけして仕事行って帰ってきてそれだけですわと。応援もせえへんし、ぼーっとしてますわ。その人4番目。一番あかんのっていうのは批判だけする人。これは昔の薩摩の教えでは雑魚と呼ばれておりますので、ここに出ていただいている方っていうのは1番、2番の人らばっかりです。挑戦した人なんやけども、ただ一つ言わせてください。リュック未旋回ということでね、次の方行きたいなと思います。では次はですね、ゼータ SL ということで、ゼータ SL もね、もうなくなっちゃいましたけど、僕もね、持ってるジャケットなんで、よく知ってます。176センチの L サイズということで、ちょっと大きめにね、あえてやってはるんやと思うんですけども、サイズをね、大きめに選んで、ドローコートでギュッて絞ってますと。で、裾がね、ふんわりしたシルエットが気に入っててっていうことで、オフホワイトのワイドパンツとニューバランスのスニーカーでね、合わせてるという。やっぱ僕のチャンネルはオフホワイトとかもお好きな方多いんやなっていうのがね、特にまあジョーダンとかも出てきてたりするし、まあスニーカー関連がお好きやったり、あとはね、その値段もそこそこする高い値段のものも全然買う方、おしゃれが好きとか洋服が好きな方多いんやなっていうのはね、つくづく感じさせられるんですけど、176やねんけども、まあ、このゆったりしたシルエットってね、やっぱり176やからできる技というかね、全部をオーバーにするのって結構むずいじゃないですか。例えばパンツだけオーバーとかね、上だけオーバーとかでまあまあできんことないんやけども、全部をこうオーバーに着ていこうっていうのはやっぱ身長がね、176ってこう身長ありはるからできるんやけどもね、ちょっとね、新しいというか、今までアークテリクス細いできたけど、ちょっとあえてワイドにしてるというね、新しい画像を入れていただいてありがとうございました。ではね、次の方行きたいなと思います。次の方がこちら、ズドン。お、これは前回のノースフェイスでも来た人ですね。おしゃれな人や。182センチゼータ SL を着用してます。サイズがありました。ゼータ SL は、L サイズをね、着用してるということで、これビームス別注モデルなんで、このロゴのとこがね、金色になってます。こういうロゴがね、ちょっと金色、ゴールドバージョンになってて、これがゼータ SL のビームス別注モデル。これも残念ながら今もありません。今年からゼータ SL っていうのは廃盤になって、ベータっていうジャケットになってます。またこれも動画でレビューしますので、ちょっと待っといてくださいね。そして次がですね、アトム LT の L サイズ。こちらも182センチで同じ方なんですけども、まあ、ちょっとミリタリー要素をあえて入れてますと。先ほどの写真はオールブラックやったんやけども、今回ちょっと色味をね、あえて入れてますというところで、投稿していただきました。やっぱり前回同様、背景が一緒なんですよ。商店街で撮っていただいてるんですけど、この商店街を見るとこの人思い出しますよね。これどこなんやろうなと思うんやけども、アトム LT の写真から見るに、まあ、ロン毛でパーマ当ててヒゲ生えてるのはちょっとわかるかなと。で、ネックレスがゴローズのネックレスつけてんのかなみたいな感じはね、わかるんやけども、情報が少ねえよ。もうちょっとあったら特定できるんやけども、微妙にいい塩梅で出されて引かれてっていう感じだからね、わかってますなあいうことなんですけども、ありがとうございました。じゃあ次の方行きたいなと思います。次の方がですね、ベータ AR というジャケットで、サイズ M サイズ177センチ58キロ、体重まで書いていただきます。ありがとうございます。以前ね、僕も痩せてた時はこんな感じでした。177の58、まあ大体そんな感じだった。今もう70キロぐらいになってますので、プラス10キロぐらいオーバーしてるんですけども、この方はね、お子さんと毎回一緒に楽しみにしてますということで、あ、もしかしたらね、これもお子さんと見ていただいてるかもしれませんけども、こだわりのポイントどこですかって、特にございませんと。インナーはね、タクゾさん動画を見てサンダージャケットを買いま
ました。ちなみに私も誕生日が6月16日生まれです。僕もね、6月16日生まれなんで、全く同じ日に生まれたと。双子座ブラザーズということでね、これからもよろしくお願いします。これ写真見る限りね、もちろんジャケットのベータ AR もあるし、あとサンダージャケット着てんのもわかんねんけども、それよりも時計が気になる。このいかつそうな時計、めちゃくちゃ高そうやなっていうイメージはあるんですけどもね、羨ましい限りでございます。でね、最後にね、お子さんももし一緒に見てあったらあれかもなと思うんですけど、お父さんがね、6月16日生まれということなんでね、6月16日生まれというのは非常にいい人が多いんですよね。素晴らしい人間が多い誕生日、いつって言ったら大体6月16なんですよ。だからね、非常にいいとこに生まれてきたんじゃないかなということでね、そんなね、双子座トークをさせていただいたんですけども、次の方行きたいなと思います。では次の方がですね、はじめまして、平成元年生まれの32歳男です。いつも動画楽しませていただいてますということで、アークテリックスのマウンテンパーカーのコーデを応募しますということで、ベータ LT、これ結構やっぱ人気ですよね。ブラックで S サイズ、身長173センチ、体重67キロ。アークテリクス自体が結構細めのシルエットなので、パンツはあえてゆったりめにしますと。これ A ラインってやつですね。俗に言う下が太くて上が細いという A ラインやと思うんですけど、靴はね、今季限定のコンバースの、スニーカーを履いてますということで、へえ、これ限定のスニーカーなんや。パンツはこれはスウェットなんかな、ちょっとわからないですね。ちょっとアップして見てるんだけどあんまわからなくて。でもこれぐらいね、ゆったりしてる方がね、多分動きやすいとかってあると思うし、この夕日をね、眺めに行くぐらいだったらね、ちょっとゆったりしてるぐらいがちょうどいいかなと思いますので、非常にいい写真を送っていただきましたね。これ僕も写真撮り慣れてるから思うけど、これ撮った人どうやって撮ったやろなっていうのが気になりますよね。奥さんなんかな、彼女なんかな、ちょっとわからんけども、男友達同士では多分せえへんでしょ。お友達に撮ってたらもうええやんって言われるけども、まあ彼女とかやったら、まあ、で付き合ってくれるじゃないですか。だからまあ奥さんか彼女なんやろうなと思うんですけどもね、非常に夕日も綺麗で、ありがとうございました。またね、写真を撮っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では次の方行きたいなと思います。次の方がですね、こちら、ゼータ SL フーディ、アトム AR フーディ、両方ありますと。で、両方とも S サイズ168センチで、こだわりポイント何ですかというと、くどいぐらいにアーク尽くしですって書いてあってですね、確かにマンティス2に、ゼータに、アトムにっていうことでね、まあアーク尽くしはアーク尽くしなんですけどもね、それよりもマスクが気になるんよと。このレインボーのマスクはこだわりじゃないんかなと思うんやけどもね、たまたまマスクしようかなと思って、その辺にあるのパッとつけて、これがこの虹色のやつつけます？これあえて取っていってるんやと思うんですけどもね、もうこの人からしたら日常やったらね、別にあマスクレインボーしようっていう感じだと思うんで、そんなにこだわりじゃないんかもしれんけど、僕このマスクつけるときはね、もうこだわって多分つけると思うんですけども、特にこだわりには書いてなかったです。あ、インナーもアークテリクスなんですね。本当に階段の上がったところでね、取っていただいてありがとうございました。部屋とかではなく、景色とかではなく、とにかく階段上がったとこなんよと。階段上がってすぐのところで写真撮るのが一番いいよということでね、撮っていただいてありがとうございます。これメッシュもね、綺麗に入ってますしね、美容師の方とかそんなんかな、ちょっとわからんけど。で、次の方こちらズドン、吉丸ですと。名前言っちゃっていいんかな。毎回 YouTube 楽しみにしてますと。スコーミッシュフーディの XS サイズ170センチ66キロ46歳というところまで書いてくれてます。こだわりのポイントどこですか？足元で差し色の赤を使ってシンプルに着用しました。インナーは厚手のロンティーです。撮影日は気温6度で風があり寒かったですが、気合い入れて撮りましたということで、あ、このために撮っていただいたということでありがとうございました。ぜひね、三重にも来てくださいって言っていただいたんですけども、めちゃくちゃいいところですね、この景色。どこなんやろ？ヨットもあって、なんかおしゃれな建物もあって、ピースも可愛らしいし。いや、なんか46歳になってね、僕もピースできる男でありたい。っていうのも、そこまでの遊び心がなくてね、いや、ピースなんかね、子供のやることですよっていう、大人になりたくないんですよ。僕も60になってもピースしときたいし、70になってもふざけたこと言っときたいんですよね。だからね、こう見習っていかなあかんなと思うんですけど、多分撮影ね、相当寒かったと思います。スコーミッシュフーディって結構薄いんでね、寒かったと思うんですけども、本当にありがとうございました。なんかチラッと見た感じがね、なんか相川翔さんにこう似ている雰囲気があるかなとかって思ったりしたんでね、まあ兄貴というか三重の兄貴と言いますかね、三重の相川翔さんということでありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。ゼータ SL 170センチ58キロで S サイズと言って、こだわりのポイントなんですか？なんといってもセンターのアークのロゴが珍しいカラフルの刺繍であるため、映えさせるためにズボンもシンプルにしておりますということで、やっぱりビームスベッチョやからね、ちょっと普段とは違う感じだと思うんですけども、ただ普通のジャケットではございません。っていうのも、このジャケットには思い出があるんですよ。だからもうこれは変わりのないジャケットっていうことでね、どんな
エピソードがあるのというと、実はこのジャケットを着て大阪の万博で今の奥さんにプロポーズした時に着てたジャケットが、そうこのゼータ SL の2019年モデルビームス別注なんよということで、もう今となっては僕の勝負服になってますということなんでね、その2019年にプロポーズ頑張ってして、もう今となってお子さんもいてると、あの時のアークテリクスの力がなかったら俺はプロポーズしてないかもしれん、いやもしかしたら子供ももういてないかもしれん、そう思いながらね、毎回毎回袖を通していく、こう物語があっていいじゃないですか、非常にね。最後にねメッセージ書いていただいてます。いつも楽しく動画拝見させていただきます。動画を見ながらいつか梅田とかでばったり会えないかなと楽しみにしてます。これからも頑張ってくださいということで、まあ、最近はねちょっと梅田とか難波とか行けてないんですけども、またコロナが落ち着き次第ね、その辺多分うろうろしてると思います。この間も洗車しに行ってね、洗車屋さんに車出しに行ったらね、あれ YouTube でやってませんかって言って、あやってますって言ってね、いや僕普段から見てるんですよって、拓造さんですよねって言われたりとかね、ちょこちょこしておりますので、まあまた会った時はね声かけていただければいいかなと思います。ではね次の方行きたいなと思います。次の方がですね、ガンマ LT フーディの182センチ68キロの L サイズですということで、グレーっぽいちょっと色味なんですね。で一応このガンマシリーズ L で着てるんでね、サイズとしてはまあ普段はね、マイサイズっていうのは、まあ、M サイズが、マイサイズみたいなんです。でカッコ持ってないけど、持ってないんかいと、持ってなかったらマイサイズと言わんでと思うんやけども、これはね L を着てるんやけど普段は M の方が合ってるんやとは思いますみたいな感じだと思うんですけどね、そんなこと書いていただいて、でねこだわりのポイントがね、ハイヤーというデニムのキャップと、可愛い娘がこだわりのポイントですっていただいたんですけどね、娘さんもね可愛くてね、お父さんと目似てるんかな、ちょっとまあ目がお父さんに似てる、眉毛はお父さんじゃないな、目はね似てるんちゃうかなとかって思ったりするんですけども、ムチムチでね可愛らしい感じですよね。それよりもお父さん、アークテリクス見えてないやないかい、全くロゴすら見ててへんから、これ何が主役か分からへん、多分娘さんがこれ主役になってるのかな、もしくは帽子が主役になってんねんけどもね、一応今回のアークテリクスのねコーデって言ったんやけども、もう今回そんなのいいです、もういい微笑ましい写真やったからね、ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方はゼータ SL の160センチ S サイズ、こだわりのポイントは特にございませんということで、パンツはねグラミチビームス別注に、靴はコンバースのゴアテックスですと、シスジッポンついてますので履きやすいですよ、全て気に入ってます、最近拓造さんのおかげで服に金がかかりすぎてよろしくお願いしますということで、やってほしいことなんかな、もうやめてほしいってことね、どっちなんかちょっとわからへんねんけども、最近グラミチもよう別注してますもんね、パンツね、なんか冬用のパンツが出てきたりとかね、そのいろいろ出てきたりしてると思うんですけども、その他にもね靴がコンバースのゴアテックスということで、ゴアテックスもめちゃくちゃ今スニーカー出てきてるんでね、いろいろ選べるようになってねいいですよね。僕も個人的にね今度気になるブランドのゴアテックスのスニーカーがあるんですよ、今年他はね、出てへんからね、それ買おうと思ってるんで、ね、また動画ちょっと見といてください、お金ちょっとまたかかりますけどね、よろしくお願いいたします。ということで次の方いきます。はい、では次の方いきたいなと思います。ベータ AR S サイズ166センチ、こだわりのポイントはですねラドンというカラーで、まあ、グリーンとかブルーとかのね間のような色味ですということで、あまり人と被りませんということなんですけども、もうアークテリクスを着る時のお手本のスタイルなんよ、細身のパンツスウェット履いてスニーカーをボリューム出すという。でちなみに嫁さんが、奥様がですねおそろなんですけども、恥ずかしがって映ってくれませんということで、まあなかなか夫婦ってそんなもんですね、片方が出たがりやったら片方出ないという、うちも全く一緒です、僕が出る方で嫁は全く出ませんのでね、モザイクで出てるんですけど、まあその辺はね分かるかなと思います。本名が〇〇像ということなんで、勝手に親近感湧いてます、いじってくださいということでね、ここで堂々とド M 発言をしていただいたんですけども、いじってくださいと言われていじるとですねちょっと難しいというところもあって、お笑い芸人さんもそうですね、押すなよ押すなよって言って押すから面白いというのもあるんですけど、押して押してって言われてパッと押しても面白くないというのもありますので、あまり僕の手の内をね明かさないようにしていただきたいんですけど、素晴らしいねコーディネートありがとうございました。次はね奥さんと一緒に出ていただければ嬉しいかなと思います。では次の方はこちら、いつも楽しく YouTube 拝見させていただきます。ベータ SV ジャケット XS サイズ172センチということで、自転車通勤ウェアですと、でアークテリクスとノースフェイスで、黒で統一して一体感出してますということで、後ろはねスカイツリーが映ってますよということなんですけども、これ家場所特定されませんか、大丈夫ですか、お家がねしっかりしてそうな、セキュリティのしっかりありそうなお家なんでね、まあまあ大丈夫かなと思います。自転車もこれ自転車ちゃうの、めっちゃ高そうな自転車乗ってますね、ほんでチャリンコってマジで侮ったらダメですね、20万30万するチャリンコ普通に平気であるからね、たまに高いやつだったら50万とか100万とかするから、言わせてました、年齢56歳ですと最年長かもということなんですけども、ちなみにインナーダウンはサンダージャケットで、靴はノースフェイスのベロシティニットゴアテックスインビジブルフィットです、グローブはウィンドストッパー E チップグローブですということで、まあ、もし最年長やったとしてもね、こんな A マンション住んでね
チャリンコ乗ってね、服全身で着てたらね、それはみんな憧れるんちゃいます？やっぱこういう風に年取っていきたいなと思うと思うんですけどもね、マスクつけてる時の写真、いい笑顔ですよね。多分、まあ、奥様に撮っていただいたか、もしくは愛人に撮っていただいたかちょっとわからないんですけどね、非常にいい笑顔でありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。タクズはじめましてということでね、タクズさんの YouTube に強く影響を受けたものとして、送らせていただきましたということでありがとうございます。まずですね、ゼータ SL ジャケットの M サイズということで、186センチあるんですね。背が高い。こだわりのポイントはですね、まあ、特にないんですけども、もともとまあアメカジとかが好きなのでジーパンを履くことが多いですと。でアークテリクスがタイトなので細身なのでね、細身のジーパンを合わせてますと。で2枚ともねウェアハウスっていう国産のブランドやったかな、ちょっと忘れたんですけどもね、デニムを履いてらっしゃるということで、アークテリクスはねこうちょっとクラシックな感じでもいけるし、アメカジっぽくもいけるし、まあスウェットとかでね着崩すこともできるということですね。もうゼータ SL はねもう完全に今もうなくなっちゃってるんでねあれなんですけども、また近々僕もベータジャケットっていうそれの進化版のねジャケット出しますので見ていただければなと思います。2枚目がですねフィション SV ということで、M サイズで186センチ、まあ身長は同じですよね、さっきとね。もともとタクソさんの動画を見てサーミパーカーというダウンジャケットをね購入直営店しに行ったんやけども、自分はねこう綺麗めすぎてあんまり合わへんなと。確かにこうデニム合わせないとちょっと合いづらいかなと思うんですけど、まあ、店員さんにね聞いたら、アークテリクスの中で元も定番商品で最もあったかいですよって言って、このフィション SV というのを買ったらしいんですね。まあ、バルトロに比べるとまあちょっと保温性っていうのはあんま感じひんかもしれないんですけども、まあ適度な保温性とか蒸れることもなくね過ごしておりますと。おととしにですね僕をレトロ X の動画で知って、そっからですね爆買いしまくってると、物欲が爆発してしまったということなんでね、良かったんか悪かったんかわからんねんけども、見ていただいてありがとうございます。もういろいろね買ったのバーッと並べていってるんやけども、それ喋り出したらキリない。もうフリースレトロ X とか、あのレトロ X のレベル7とかマウンテンジャケットとかバルトロとかいっぱい書いてくれてるんやけども、それは読み出したらキリがないのでここで割愛させていただきます。ではね次の方行きたいなと思います。次の方がですね、いつも家族で見てますと、嫁蔵と私の嫁がタイプが似ているのでいつも共感の嵐ですと。タクゾーさんの動画を見て急いで探し回って、やっとアークテリクスを買いました。このために買ってくれたんかな、ありがとうございます。ベータ LT ジャケット S サイズ170センチということで、服装によってね裾のドローコードを絞ったり絞らんかったりして、まあ、ちょっと雰囲気を変えてますと。今はねこう太めのパンツでドローコードを絞って、こう A シルエットというかな、 A ラインというかな、それを作ってるということで送っていただきました。まあ、うちの嫁はですね、ほんまに漫画で出てくるような、子供みたいな性格してましてですね、ついさっきまでめちゃくちゃ怒ってたとしてもですね、ご飯、美味しそうなご飯を提供してあげたり、美味しそうなご飯屋さんに行くでって言ってあげると、コロッと気分が変わったりとか、あとそれ以外にもですね、習い事今言ってるんですけども、ジム行ってね、鍛えたりしてるんですけども、そんなのかも自分から行きたいって言ったくせに、週に1回その時が来ると、わー、行きたくないなーっていうね、子供の習い事かっていうスタイルでお送りはしてるんですけども、まあ、それにね、似てるんかもしれませんが、今回ありがとうございました。ではですね、次の方行きたいなと思います。次の方、こちらはですね、あと、特に情報はございません。ゼータ SL、ベータ S、ゼータ SL、ベータ LT、アトム AR って書いてあるから、それのどれかでしょう。ちょっとね、詳しくはわからないんですけども、こういったね、ミリタリーテイストな感じでも合わせれるんだよということなんですけども、いかんせん情報が少なすぎてわからないということなんですけども、このためにね、撮っていただいたということなんで、本当ありがとうございました。次回からね、身長サイズぐらいはね、お送りしていただければありがたいなと思うんですけど、多分急いで撮っていただいたということなんで、本当ありがとうございました。はい、では次の方いきます。ベータ LT、178センチ S サイズということで、これテーマガチ使いなんですね。ほんまのガチ使い。登山とかそういうところで使うということで、マイナス20度ぐらいでも中結構軽装でいけますよ、ということで。まあ、脱いだ時はね、フリースがベストです、ということなんですけども、函館の町田からお送りしていただいたということで、ありがとうございます。肩に GoPro もつけてるから、なんか映像とかやってはるんかな。こういう人がね、発信するっていうのは、ほんま正しいんですよ。ガチのガチで使ってる人がどうかっていうのはあれやねんけど、僕みたいに SE で使ってる人がペチャペチャ喋ってあかんのやけどもね、こうやって送っていただいてありがとうございました。ベータ LT、やっぱすごい人気ですね。178S サイズだから、僕と身長同じだけど、こうタイトめに着はるっていう感じなんかな。ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。ファンですと、いつも楽しく動画を見て拝見させていただきます。というか、ありがとうございます。たくさんの動画を見て、自分もいずれ、スーパータマでにね、突入することがあったら、ゴアテックスを一着必要だなということで、装備しましたと。これスーパータマでに着ていこうなジャケットじゃないんよ、これ。アルファ SV ってめちゃくちゃ高いやつなんよ。これ10万ぐらいする、10万ちょっとするんかな、ジャケットやから。このジャケット売ったら、スーパータマでのもん全部買えるんよっていうぐらいね、高いジャケットなんですけども、179センチの M サイズということで、まあ、僕とほぼ変わりませんね。身長も体重もね、体重は知らんけどサイズもね変わらない。こだわりのポイントとしてはですね、赤ずきんに金のチャックはこだわりのポイントですと。まあ、コーデといってもね、全変身しか映ってなくて申し訳ございませんということなんですが、全然いいですよ。カーディナル20周年版っていうなんか限定モデルなんかな、僕見たことないモデルですね。いやでもアルファ SV やばいでしょ。今回送っていただいたのは初めてかな、アルファ SV が出ましたけども、ちょっと一線を凌駕するレベルでね仕上がって
ってるかなと思うんですけど、僕もねそれで気に入ってるんですが、ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方がですね、ベータ LT ジャケット2022年、もう今年のモデルですわ。178センチ、 S サイズということで、こちらの方もガチ使いですね。街でも山でもフル活動ということで、アルファ SV、 あ、アルファ SV も来てるやん。でベータ AR、 気温に応じて変えてますと。でまあ種類としてはソフトシェルジャケットの方が多いんですけどもね、ということで、まあ今回ハードシェルに絞ってね、送っていただいたということなんですが、これ着てはるのはね、ベータ LT かなと思います。この色味はこの色味で結構またいいですね。なんかボードとかでも使えそうやし、雪に生えてるからね、いい感じですよね。しかもねこれはね、金剛山という山をね登ってはるみたいで、金剛山って確か僕近いはずなんやけどな、行ったことないから。金剛山車で1時間半ぐらいのところですね。同じ関西人ということでね、これからもよろしくお願いいたします。では次の方行きたいなと思います。こちらの方ね、以前南下のコーディネートも送ってもらった方なんですけども、アイテム名がねちょっとわからないと。なんか2年前に買ったんでね、名前ちょっとわかりませんわ、すんませんと。ただ脇にベンチレーションついてますよ。それ A モデルなんよ。 A モデル名前わからんと買ってるんよということでね。でもそうですよね、アイテム名なんか正直関係ない。自分にそれが使いやすいか使いにくいか、それが一番大事なんよということで、 174cm XS サイズを着用されております。こだわりのポイントとしてはですね、買うときに黒と実は迷ったんですけども、今回ネイビーをね購入してますと。職場ではね、渋いねと言われることがあります。なんといってもこれを着とけばかっこよくなると思っておりますということで、まあ、薄い内容で申し訳ございませんということなんですが、この方先生みたいなんですね。職員室ということで書いてあるので、今も学校の先生もねアークテリクスを着てると。僕学校の先生着てるときおらんかったなと思うんですけど、さすがねうちの視聴者さんやなと思います。脇にベンチレーションついてるモデルだったら5万はしてるんちゃいます、最低でもね。でもそれを名前を分からずにでも買うというね、男気の良さということで、ありがとうございました。はい、ではね次の方行きたいなと思います。次の方はですね、以前こちらヌプシコーでも送っていただいたんですけども、今回彼女と一緒に出ていただきます。しかも彼女もこの方も両方とも先生でございます。先生縛りになっておりますね現在はね。去年先に彼女がゼータを買ったらしいんですね。ほんならまあ僕も買おうということで今年買いましたと思ったんですけども、ゼータが残念ながら廃盤になってたんで、このベータジャケットっていう新しいモデルをね2月に購入したよということで、彼氏さんがね185cm75kg L サイズベータジャケット、彼女さん156cm のゼータ SL のレディース M サイズということで、体重は測っておりません。わかりません、体重なんかそんな乗せる必要ございません。彼氏さんが 185cm75kg あるところから見ると、おそらく体育の先生であろうということでね、これで理科の先生ってなったら体持て余してるんよということなんですけども、そんな感じでね、彼女が156センチなんやけども、スポーティーな格好をするっていうところで見ると、おそらく物理ではないなとね、数学でもないなっていうことで、まあ、社会か体育だろうというところがね、あの先生あるであるで予想できると思うんですけども、こだわりのポイントとしてね、コーデは全身ブラックで統一しました。アークテリクスは他のブランドと比べてきれいめな印象なので、あまり他の色を加えずにシンプルに着るのが好きです。あ、僕もねもう全く同じです。もうアーク黒ばっかり買ってるんやけども、とにかくアークの時はあんまり色入れない、モノトーンにする、黒か白、それだけでいいっていうことなんですけども、同じようなね感覚で、着てはるということなんですけども、これも顔出しちゃったらね、子供とかに見られたら、おいおいあの先生ら付き合ってるでってバレちゃうと思うんですけども、この2枚目のねエレベーターでひっついてる写真、こんなん載せていいんでしょうか、ちょっとわからないんですけどもね、保護者が見てたらどないするんだっていう風に思ったりはしますけども、顔が映ってませんのでこれはご安心くださいということで、次に行きたいなと思います。では次の方行きます。アトム AR フーディーということで、これね今僕が着てるやつもそうですね、アトム AR フーディー M サイズ166cm、 インナーとしても使えるアトム AR フーディーですが、結構厚手なのでアウターとしてメインで使っておりますと。これだいぶ急に取ったんかな、パンツスウェットで足革靴なんよと。あ、すいません、こだわりのところで全然違うことが申し訳ない。黒一色でねシンプルなので、中にターコイズのチャンピオンのスウェットを入れてますと。で子供と公園など出かける日やったんで、パンツは動きやすい、ジョガーパンツね、ナイキのやつ、それは分かりますよね。でもそれやったらカジュアルすぎるんでっていうことで、靴はあえてレッドウィングのポストマンを履いてるようです。だからなんでこんなことしてんねんのなとか、失礼なこと言っちゃいましたけど申し訳ございません。その意図があってね、ちゃんと履かれてるということでした。確かポストマンってねゴアテックスも出てたような気がするんやけども、これがゴアテックスモデルがちょっと分からないんでけども、そんなことでね、こちら以前ご紹介させていただきました、宮城県のパン屋さんでございますね。トトマパンのね、方ということで、パンの紹介までしてくださりありがとうございますということでね、よかったですということで、次に行きたいなと思います。では次の方ですね、ヌプシ王様に喜んでいただければ幸いです。僕のことをヌプシ王様と呼んでいただいてるんですけども、ゼータ LT かゼータ SL かちょっと分かりませんということなんですが、そんな分からなくて結構です。174センチ68キロ、今年還暦でございますということで、サイズ XS サイズ、こだわりのポイントはね、全身ブラックでアークテリクスで、イン
なはねユニクロの黒檀着てますと、胸元はアークテリクスの最新モデル、これわしのロゴやないかい、わしのブランドのロゴつけてるやないかいということなんですけども、姫路在住だらしいんですね。でちょっとでも経済回そうということで、観光の人力車乗ってきましたということです。でね、嬉しいことに僕のポップアップの詳細もね、3月26、27日ありますよとかね、デニムのマウンテンパーカーね予約始まってるから皆さん3月31日まで締め切りなんで早く見てくださいねっていうことで、ちなみに私は拓蔵さんから1円ももらっておりませんということなんですけども、僕のね、いただいてありがとうございました。では次の方いきます。ベータ LT ジャケットの M サイズ174センチ、まあ、黒と迷ったんですけどもね、息子さんがノースレースの、カーキ系のジャケット持ってるって答えたんで、まあ、同じねグリーン系にしましたということで、春から始まる渓流釣りに ベータ LT を着ていこうと思っていましたが嫁に止められました。高額なマウンテンパーカー着て山で滑って転んではシャレにならへんてっていうことで、そんなもんあんた着ていくなと、ワークマンかユニクロ着ていけいうことやと思うんですけどもね、それで止められたと。最初はね商品レビューとして拝見してたんですけども、最近はね拓蔵さんのトークにハマって見ていますということでありがとうございます。まあ息子さんにはねまだちょっと僕のトーク早いかなと思うんですけど、まあまた大きくなったらね親子で見てもらえたら嬉しいななんて思いますので、今回ありがとうございました。いつも楽しく拝見させていただきますと、年明けしばらく動画をアップされてなかったで寂しかったですということでありがとうございます。僕にもちょっとお休みをくださいって2週間ぐらい休ませていただいたんですけども、それで寂しいって言ってたら嬉しいですよね。またワンシーズンに1回ぐらいちょっとお休み取らせていただきたいなと思ってるんで、次春休みをね4月頃にねいただこうと思ってますので、その時またお休みしますのでよろしくお願いします。ではアイテム、スコーミッシュフーディーのサイズ XS サイズ、身長が172センチ60キロということです。こだわりのポイント、アークコーデ、全身アークです。いきます。ジャケットスコーミッシュ、インナーコバート LT、 パンツがコーマックパンツ、バッグがマンティス、完璧でございます。これこそアークテリクサーになるんですけども、スニーカーナイキやないかい、サングラスはわからへんやないかいということで、僕もねパンツとかインナーとか持ってないんでね、すごいですよね。アークテリクスお好きなんやろな、似合ってはるしね、こう黒のね感じでサングラスかけててね、結婚指輪がキラッと光って、時計もまた良さそうな時計持ってますなと、僕その辺まで見ますよちゃんとアップしてね、時計良さそうやないですかと、これもまた高そうな時計付き合ってはるじゃないですかというところでね、またちょっとお休みいただくことあると思うんですけども、しっかり戻ってきますし、もう引退するときはですねちゃんと大々的に引退宣言をしますので、これからもね動画見ていただければ嬉しいかなと思います。ということで最後の方いきます。最後の方こちらズドンということで、ゼータ SL ビームスベッチモデル、やっぱビームスベッチ結構多いですね。175センチの M サイズということで、こだわりのポイントがですね、サングラスとゲーターで本人の原型がないことと書いてあるんですけども、めちゃくちゃティアドロップ似合わないかいうことで、あ自宅なんかなこれは、違うんかな、ちょっと分からへんねんけども、めっちゃティアドロップのサングラス似合ってますよね。あマスクもアークテイクスや、しかもニット帽も似合ってるし、ええー、なええー、な。靴はこれノースとかなんかな、ちょっと分からないんですけどもね、僕ら世代っていうのはね大体そのティアドロップメガネのサングラスの形ね、こういう垂れ目みたいなのがティアドロップって言うんですけど、この方つけてるやつティアドロップにはまるんですよ。で僕も持ってるけど、それなんでそんなことハマったんって、やっぱりキムタクですわ、キムタクがつけてるからね。いや僕もちょっとつけたいなと思ってねつけてる方多いと思うんですけども、この方がそうなんかは知らんけども、まあ世代的にはそうちゃいます、まあ、似合ってはるしねいいかなと思うんですけども、いいかなって偉そうにすみません、ありがとうございます。多分今年もねそのゼータ SL っていうのはもう廃盤になって、そのベータになったって言うじゃないですか。ベータもね多分ビームスベッチ出てくるんちゃいます、今まだ出てないけども、ちょっと僕もね注意して見とこうかなと思いますので、ありがとうございました。この方ガメラガメオっていう名前になってるんですけどもね、変わった名前やな。はい、ということでね、今回アークテリクスのコーディネート皆さん送っていただいてありがとうございました。まあ途中ね大学生の方がな、こう誰かの参考になればいいかなと思って送ってますっていう方もいらっしゃったし、まあそれ以外にもね半分途中大喜利みたいになってる時もあったりもするし、もはやロゴ映ってなくて娘しか映ってないよっていう時もあったりはしたんですけどもね、まあそうやっていろいろ送っていただくことで視聴者さんもね喜んでいただいたかなと思いますので、今回は本当に勇気のある、投稿ありがとうございました。これはもういつもいつもなんですよ、ノースレースもそうやし、もういろんなアウトドアの時でもそうやねんけども、こう視聴者さんのねこういうの送ってくれる人ってめちゃくちゃ勇気ある人なんで、普通できんと思うんですけども、ほんまにありがとうございました。ではまたねコーデの募集すると思うんで、その時はねまた協力いただければ嬉しいかなと思います。ということで本日はですねアークテリクスのコーディネート募集してみたという動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。